ロキ殿はあそこに急ぎ向かわねば。バカめ、こう敵が多くては近づけぬな。手分けして敵の砦を落とすのじゃ。この戦の指揮を取るのは政宗様です。私がそばにいるとはいえ無茶無謀は控えられますよ。目の前の敵をやっつけて砦を奪えばいいんですよね。そうだ銀兵、ロキ殿のもとまで道を開くぞ。父上の亡きがらのありか、力づけを引き出してくれ。オーデン絶対に許さんぞ。一番もいい。この砦は制圧してやったぞ。この砦は超支流が抑えた。あっぱれよ。じゃが敵も黙ってはいない。気を抜くでないぞ。この砦の敵はいなくなったみたいです。さすがの怪力、恐れ入りました。引き続き周囲の警戒に当たってください。おお、見覚えのある奴らがいた。少しは楽しめた。あの方、何かのために戦っているのではない。ただ戦いそのものが目的なのですね。ああ、猛威を振るい、ただひたすらに争いを求める、それが良いだ。おお、面白い。すぐにひねり潰して待っていろ。こちらの砦は抑えました。滅ぼした。お見事でございます。しかしまだ呂布が暴れている様子、ご注意。おい、勝負の続きだ。ひねり潰される覚悟はいいな。さすがは王妃、世の神の皆はお前のようであれば。貴様はそこらの雑魚とは違う。つまらん戦はしてくれるなよ。お前を楽しませるために戦うつもりはない。私は世界を救うために槍を振るうのだ。少しはできるよ。その程度で俺は倒せんぞ。今こそ攻め立ててやろう。敵の動きが読み切れません。念のため孫一様、稲姫様には本陣を守っていただきます。ならば私も本陣の守備に当たろう。それは嬉しい申し出だ。女神さんのことはこの俺が守ってみせる。そこにいるのは呂布の娘。また戦わなければならないなんて。おい、滅ぼして。今度こそ俺を満足させてみろ。見事砦を抑えてくださったようですね。引き続き他の砦もお願いします。久々に楽しめた。いいか、俺以外の奴にやられるなよ。よけられるか。付近の砦は概ね抑えました。にもかかわらず敵が動く気配を見せないと。愚かな人間だ。ゼウスの力を得た私に抗おうな。無駄なこと。現れました。全軍、オーディンの進行に備えてください。貴様の本気を俺にぶつけろ。消え。ついにオーディン殿が降臨しましたな。
私はこの時を待っていたのです。オーディンが来ても戦場が荒らされてしまう。陳旧、なぜ父上を邪魔する存在を喜び迎えるのだ。これは父上がようやく巡り会えた最高の戦場。誰にも邪魔立てはさせぬ。旅霊騎出るぞ。漁夫の娘が動いた。小次郎様、ここは私に行かせてください。私の精神を振り切り突っ込む気満々のご様子なら、行って蹴散らしてきていただきましょう。滅びを与えよう。ここまでやると。だがそうでなってはつまらん。私を倒せて喜んでいるようだ。この後さらなる絶望に襲われるとも知らず。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。腕輪が悪くなる。もはや奴らの勝ち目はない。行きます。無駄な抵抗はやめ、安らかな死を選ぶべきだ。私はただ願いを叶えるために生きてきた。あの屈辱の日、忘れられるはずもない。両方戦の武見せてやる。ゼウスの力を得た私は完全なる。永遠に滅びることはない。貴様こそ俺の相手にふさわしい。こんな戦いを待っていたのか。戦を邪魔され怒った呂布はどう出るか。これが向こうの軍師の狙いだとすれば。雪村様、アレス様、オーディンを止めてください。無理に倒そうとせず時間を稼ぐのです。承知しました。できれば引き裂いてやりたい。今少年者がぶつかったとて勝ち目は薄い。趙雲様と銀平様は雪村様たちの援護、くれぐれもご無理はなさらぬように。承知した。私の力で抑えられるか。自信はないけど頑張ります。こんな見事に負けちまうとはな。遊びは終わりだ。最強の武、その身に刻んでくれる。小次郎、龍が出るぞ。呂布の相手はわしに任せよ。政宗様、無駄に活躍していただいても困ります。足止めするだけで構いませんので。ユアレストも心得ておるわ。呂布は強敵だ。私も共に行こう。どこまでも立ちはだかるつもりか。父上の戦を邪魔するならば容赦はしない。オーディンに従えば人の世界を皆滅ぶのです。そうなれば呂布ももう戦うことなどできない。永遠に戦えるという話は嘘なのか。しかし、おお、貴様も神か。面白い。俺と戦え。私の力は見せ物ではない。だが人間たちのためお前を止めよう。やめな、ずっと神々しいけど、もう少し俺の力を頼ってくれてもいいの。私はどうすればいい。さっきの話の本当なら父上を。聖騎、一緒に戦ってください。皆のため、そして何よりあなたの父上のために。その言葉に偽りはなさそうだ。分かった、私もお前たちと共に行こう。己オーディン、俺
戦いの邪魔をするな。力ある人間はユグドラシルの良い餌だ。あまり消耗させたか。リョク、お前はさ、ふざけるな。好きに戦えるというからお前についてきたのだぞ。戦いを邪魔するなら、もはやこれまで。次に俺が消し飛ばすのは貴様だ、オーディン。貴様との戦いが一番楽しめそう。さあかかってこい。目先の欲に負け、私に逆らうか。どこまでも愚かな男。それがしがうまい。行きます。滅びを与える。ヨク殿の敵は我らの敵。我が軍はこれよりオーディンの首を目指しますぞ。やはり向こうの軍師はリョフが離反するのを読んでいたようですね。故に攻めに出ず、オーディンの到来を待っていたか。おやおや、私の策に気づいた方がおりますか。連合軍にも一癖ある軍師がいるようですが。大事な力をこれ以上消耗させるわけにはいかない。愚かな人間、またまみえよ。逃げるな、オーディン。まだ勝負はついていないぞ。オーディンは去ったようですね。急ぎロキ殿の元へ向かわねば。さあ、先に出してやろう。この戦場、これが混沌に飲み込んでやる。滅ぼして。なぜ君たちは諦めてくれないんだ。ロキ殿が